週もリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。はい、それでは桜井お願いします。はい、愛媛県5年1組かなちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。エリポン、レイナちゃん、ライディ、こんばんは。こんばんは。秋ツアー真っ最中ですね。お疲れ様です。うん、愛媛公演楽しみにしています。さあ秋ですね。秋といえばスポーツの秋、スポーツといえば運動神経抜群のエリポン先輩がいることで有名なモーニング娘。今のメンバーの中で運動神経がいい上位5人を教えてください。ちなみに勉強の秋でもありますね。アンジュルムでは若菜ちゃん、椿ではマリンちゃん、しおりちゃんが知的ハロメンで有名ですが、モーニング娘。の中のお勉強が得意なメンバーもちらっと教えてくれると嬉しいです、とのことです。やっぱモーニング娘。お勉強担当といえばうちの横山玲奈が、実はね、うちの横山玲奈ね、特進クラスなんだよ。ああ、素晴らしい。特進クラス。特進やめて。うちの横山ね、特進クラスなんだ。特進クラス。すごい。あ、そう、高校の時ね。はい。そう、高校の時入ってて。うん、特進クラスだよ。でも、高校の時なんですよ。もう。もう気づいたら22の年なんです。いや、気づいたら25。あ、すいません。そうそう、お勉強は、ね。なんか、わからん。エリの中でさ、桜井ってさ、はい、なんか頭がいいとか、うん、運動ができるとかの、うん、なんかその、なんかそういう接点ないよね。なんか運動をしたりする場面もなかったし、ね、入ってきてから。運動会とかないですもんね、最近。そうそうそう。確かに。頭、自分ではいいと思う？自分ではいいですね。結構いい方だと思います。言わないでしょ。そうですね、自分では。決していい方ではないですね。本当にお勉強苦手なんですよね。え、そうなの？めっちゃできそうなのに。いや、ね。計算とか超早そう。うん。わかる。暗算できそう。できてくれ、それは。そうですね。好きでもないですし、嫌いでもなくて、苦手ですかね、お勉強は。あ、そうなんだ。そうですね。得意教科とかは？体育です。じゃあ運動神経はいいです。めちゃめちゃじゃ。でも、好きなさ、スポーツ聞いて。何ですか？好きなスポーツ何？ドッジボールです。遊びなのよ。遊びの方なの。そう、ドッジボールはスポーツに入るのかっていう。確かに。競技はじゃあ全般できるみたいな感じ。そうですね。例えば、ドッジボールってことは手使うから、なんかこう、ハンドボールとかバスケとか。バスケとか好きですね。まあ、確かに、ドッジボールはもう遊びの対象になってくる。ですかね、やっぱり。休み時間とかやってたの？対象っていう言葉が、エイたちの多分世代では出てこないから、頭いいと思う。頭いいですよね。いやいや、そんな、頭良くないです。え、ちなみに、50メートル走の秒数聞きたいんですけど、それ大事じゃない？結構。50メートル走は、一番最後の記憶でいいよ。一番最後の記憶だと、8-0 ぐらい。早くないですか？早い早い。めっちゃ早い、めっちゃ早い。私、その4秒後に着きますよ。12秒なんで。だって、よくめっちゃ遅いもん。ライリー到着してから4秒後に私が着く。よくね、めっちゃ遅いよ。やばいよ。やばいやばい。私、運動はね、ちょっと苦手なので。8秒だと全然、多分、モーニング娘。でも早い方なんじゃない？めちゃめちゃ早いと思う。平均って女の子9秒ぐらいですよね。9秒ぐらいじゃない？学生って。確かそんなぐらいだと。いくとそんな秒ですか？7秒。早4。すごっ !7 秒 ?9? 真剣にじゃあ私と生田さんが走ったら5秒も違うってこと？怖っ！でも、やっぱ横も同じぐらいの人と走った方がいいよ。でもそうですよね。断トツで速い人とか断トツで遅い人と走るんじゃなくて、同じぐらいの人が走ったら、めっちゃ速くなるし。そうですよ。なんかやっぱ学校の、例えば身体力テストとかって、名前順？名前順で走るじゃないですか。だからこう、私なぜかいつもめちゃめちゃ早いこと当たってたんですよ。すごい差が離れてすごいこう、恥ずかしかった記憶があるんで。そうなんですよね。でも8秒あったら多分モーニング娘。でも上位入るかもしれない。あ、本当ですか。そうなんですね。いやー、そんな、いいかわからないですけど、でも、運動するのは好きです。素敵。ドッジボールが好き。なんかさ、モーニング娘。っていうか、ハロープロジェクトでもさ、全然ドッジボール大会とかあったやん。あった。ありましたね。やけんさ、なんか今後ね、それを活かしてね、何かできたらね、いいよ。大活躍できそうですね。ね。いつかあれば、そうですね。やってみたいですね。なんかさ、男の子のさ、強いボールとかキャッチしちゃうタイプ。待って、それめっちゃ好きになっちゃうやつ、私。キャッチしちゃうやつ、強っていう。そう、強ってやつよ。待って、ベスト5決めないか。あ、そうだそうだ。運動ができるでしたっけ？生田さん。生田さん。いや、ライリーも絶対いいですよね。うん、桜いけると思う、全然。あ、ありがとうございます。石田さん、あゆみちゃん。あと、誰なんだろう。ま、小田さんとかは申し訳ないですけど、ないですよね。牧野さん。美咲もなんか違うよね。ちょっとなんか。多分、そうですね。状態起こしとか強そうですよね。
ちょっと。牧野ってどうなんだろう。牧野さんとかわかんないな。あ、確かに。野球も観戦ですもんね。うん、いや、横も観戦やん、サッカー。そうそうそう。私12秒なんで。え、加賀とか。あ、加賀とか入りそう。加賀い。確かに。そしたら、あと一人だ。誰だろう、待って。野中さん。メイちゃん。え、メイとかできそう。確かに。メイちゃんとかどうなんだろう。メイちゃん未知だよね。確かに。メイ走れないですとか言って8秒とか出しそう。メイ多分すごい遅いと思いますとか言ってめっちゃ速く乗せますよね、うん。メイかもな。あー確かに、あの長い足で。一歩かだって。一歩がもうね。一歩がもう長いから。一歩がもう前なのよ。そう。ああ、どっちだろう、北側ないですもんね。北側残念ながらね。11秒言ってましたもん、50秒。私側なんで、それはもう。ホマ？ホマっぽいな、私的には。田村さんも。じゃあ。どう？ホマかメイちゃんだとどっちだと思う？ああ、その二人だったら山崎さん。あ、メイちゃん派だ。ああ、でもなんか、足はホマの方が速いかもしれないけど、スポーツ全般とかになったら球技とかなんか意外とスイスイやってそうなんだよな。じゃあメイちゃんにするか。メイしますか。なんかカヌーとかうまそうだもん。カヌーハイクである。ディズニーランドでしかやらんよ。決まりました。はい。エリ、桜井、石田、カーガー、うん、山崎。はい。が、はい、モーニング娘。の中で運動神経いいです。はい、5人、うん。5人です。決まりました。決まりました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてお願いします。はい、2枚目は、東京都の、222年0172組さん、ラジオネーム。